に入っていきたいと思うんですけども、えー、今日はですね、えー、と苦難から栄光シリーズ最終回でございます本当スタートからあの先週前ですねマザオ先生がもう3週にわたってやってくれたんですけども And Pastor Masato spent the past three weeks going through this series. But then for some reason, the last one came to me. But thankfully, God spoke to me what to speak, so I'm excited to share that with you today. So let's experience the living word of God together today. はい、それでは一言お祈りしたいと思います。手の遠さま、今日あなたの御言葉に期待します。すべ you、えー、ての状況の中で、えー、あなたは絶えず働き、あなたは絶えずそこに勝利をもたらしていることを感謝します。

その中であなたの栄光によって作られたものなんだという本物のアイデンティティを今日受け取ることができますように。Let us receive our true identity in your glory today.Yes, keep so many of your o in the name of Jesus I pray.Amen.Amen. 今日はですね、えっと、タイトルは先に行きましょう。今日のタイトル苦難の中で栄光に目を開く。

But I'd really like you to listen to this, having listened to the past few messages and really getting those in your heart. 苦難の中で恵みがあって、慰めがあって、だからこそ私は神様の栄光に目を向けることができるんだと思います。How we can then open our eyes. ぜひですね、あそこまだちゃんと聞いてなかったかなとか、あそこをちょっと聞き逃しちゃったなと思ったら、今日え帰ってですね見直してみてください。 それでは早速にせ、えー、見事場に入っていきたいと思います。So えー、今日は第2列王記から、えー、お話ししたいと思います。ここで、えー、6章で、えー、アラムの王がイスラエルと戦っている時王は家来たちと相談していった、これこれのところに陣を指向。 そして王は言った行って彼がどこにいるかを突き止めなさい人をやって彼を捕まえようそのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされたそこで王は馬と戦車と大軍をそこに送った彼は夜のうちに来てその町を包囲した神の人エリシャの召使いが朝早くに起きて外に出るとなんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた若い者がエリシャにああご,主人様ご主人様どうしたらいいでしょう えー、と言ったする、えー、と彼は恐れるな渡したとともにいるものは彼らとともにいるものよりも多いのだからと言ったそしてエリシャは祈って主に願ったどうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください、えー、主がその若い者の目を開かれたので彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた、はいえー、というところですけども、えー、これがまあちょっと バックグラウンドお話ししますえこれはエリシャが預言者の時にですねイスラエルとアラムというえ国が戦っている時の話ですでこのアラムの方がイスラエルを攻めようとしてですね、こういうところに陣を敷こうというふうに言ってるんですねシリアはイスラエルを持っている でこの、えー、王がアラムの方からです、ね、こういうふうに陣を敷いて攻めようって言うんですけどもエリシャは予言によってもうイ,スあのイスラエルはじゃあそこに行くと危ないからって言ってどん,どん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 逃げていっちゃうんですだから何回も何回も攻めようと思っても全然全然届かないっつってどんどんアラムの王はです、ね、イライラしてくるんですね。 Getting very frustrated. それで、あ、これはもう予言者、エリシャのせいなんだということだったので、じゃあ予言者、このエリシャを先に潰そうっていうふうに言って、エリシャのところにこの軍が行くんです。And so the king e、そしてそこで、エリシャとその召使いたちがアラムの軍に包囲されてしまう。この中でどうしましょうっていう話なんですね。 And so this scene appears when they're being surrounded in the city where they're in, and it's like, what should we do? And so it's just, you know, a few of them and they're surrounded by an army. And there's no way out. やめ私たちの人生にもやっぱもう八方塞がりもうあニッチもサッチもいかないこう何をやってもうまくいかないよっていうタイミングそういう時ってありますよね。 There's times in our life when no matter what we do, nothing seems to go well. And we start asking God, what should we do? We ask people around us the same question. And the servant of Elisha also says, Master, what should we do?

<laughs> えー、とにかくです、ねえー、本当、皆さんも、まあ、そういう時あると思うんですまさに本当に、えー、このコロナの,、えー、この被害によって、皆さんの仕事や、えー、収入が減って、もうどうしたらいいんだろうという状況あるでしょう like, What should I do、ね、夫婦関係の中でも、なんかもうずっと同じ問題の繰り返しでも、これ、誰にも助け求められないし、どうしたらいいんだろう。 いろんな人間関係の中でこう攻めの声や、ね、疑いの声が来てネガティブをいっぱい聞いてまた自分からもどんどんネガティブが出てきてもうどうしたらいいんだろう Maybe in your you hear。このどうしたらいいのっていうのは本当にこの苦難の中で自分の無力さをある意味表していると思います。 もうどうしたらいいか分かんないしもう何もできなくなってもう諦めたくなっちゃうんですね。でもその時私たち神様本当にクリスチャンとして与えられる特権としては神様を見上げて祈ることができます。Him。もう私たち無力でいいんです。ただ無力に神様に求めて 聖書を開くんです自分や人に聞くのをやめて、神様に、神様どうしたらいいの私も先日そういうふうな祈りがありました。私も個人的に神様にどうしたらいいのっていうふうに祈っているときに。 神様、答えをくれました。An そしてこれは本当今、この苦難の中でどうしたらいいのって悩んでいる人いたら同じ答えを神様、あなたに持っていると思います。そして今日、神様が私にくれた答えはこれです。え、そして今日、神様がえ私にえそして今日、神様が私にくれた答えはこれです。え、そ開きなさい。<your> 目を開いて。 Open your eyes. ちょっと眠たい人、目を開いてください。Sleepy, 私もちょっと梅雨な感じで、えー、梅雨い、台風か、えー、もう、目を開かないとちょっと眠たくなってきちゃう、そういう天気ですけども。Kind of weather, でもですね、本当に私たちは、霊の目を開く必要があるんです。霊の目を、信仰の目を開きなさいと神様は言ってます。もう一度、第二列を見てみましょう。 2>, If we look again at 2 Kings えここで、えー、と召使いにエリシャは言います恐れるな私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから、えー、そしてエリシャは祈ったのが彼の目を開いて見えるようにしてくださいすると、えー、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた 2> In Second Kings it says don't be afraid for those who are with us or more than with them and Elisha prayed and said God please open his eyes

物理のこの現実世界ではまだ完全に劣勢。その敵の軍はそこにいてもう敗北寸前だったかもしれない。でも、例の目が開かれたとき、彼が見たものは、神様がもうすでに圧倒的な勝利に備えている、もうその目の前だったんです。その真理を彼は見ることができたんです。 自分の状況を今皆さん自分の状況にこれを当てはめてみたときもしかしたらこう言ってるかもしれない。信号信号みたいなことを言われてもでも現実は現実じゃんみたいな。いやでもこの私のこの預金残高は結局このままじゃないですかみたいな。私が感じるこの怒りやこの恐れは何もどこにも行かないんですけど。 この夫婦の問題はまだここにあるまんまなんですけどどうしますか this, like,、right、<laughs> 何も変わってないじゃんって思うかもしれない。<has> でもですねそれは皆さんしてほしい。それは私たちが肉の目で見ていることなんです。そう世紀に面白いところがあるんですけども。 こちらホープチャーチのメッセージを聞いているときにちょっとパクらせていただきましたけども <laughs> <laughs> ちょっとこのアダムとイブがこの善悪の知識の実を食べたときの話です。 ちょっと読んでみます。そこで女が見るとその木は誠に食べるによく、目に麗るわしく賢くする。その木はいかにも好ましかった。そこで女はそう身を取って食べて、一緒におったおいた夫もお、えー、与えたので食べた。このようにして二人の目は開かれ。それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼は一陸の葉を継ぎ合わせて自分たちの腰を追いを作った。 And so the woman saw the tree was good for food and it was desired to make one wise. So she took and ate. She gave some to her husband who was with her. Then their eyes were opened. They knew that they were naked and they sewed leaves together to make themselves clothes. And it says here that their eyes were opened. And it says here that their eyes were opened. And so when their eyes were opened, they saw how they were imperfect, how the other was imperfect, and then they hid themselves. And so what was opened at this moment, what in this passage? What was opened in this moment when they sinned was their physical eyes or their eyes of flesh.

自分たち神様に作られた最高傑作品だったのに、もうありのままの自分で生きることができないってなって、もう自分を隠してしまうんです。これが今私たちに起こっていることなんです。肉の目で肉の世界を見るようになってしまった。When we look at the physical world, そして私の霊の目は逆に閉ざされてしまったんです。でも、グッドニュースは、私はイエス・キリストの十字架によって、この時入ってきた罪からすでに解放されています。私はもう肉の目で見る必要はないんです。私にはイエス・キリストによって、この精霊によって、霊の目で見ることを 選選ぶ選択肢が与えらられていますだからパウルは、えー、エペソの教会にそしてまたヒズコールャールチチャ一人一人一ににここう言言いいましたヒズ、so、コーールチャーチャ与えられているの、えー、の御言葉ですエペソの1章18節、19節。 ね、あなた方の心の目が、霊の目、信仰の目がはっきり見えるようになって、ね、神,に飯神の飯によって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐべきものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私信じるものに働く神の優れた力がどのような偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。 Having the eyes of your hearts enlightened that you may know what is the hope to which he's called you, the riches of his glorious inheritance in the saints, and his immeasurable greatness of power towards us who believe according to the working of his great might. Hey, what is あなたの肉の目でもしかしたら現実や何か自分の苦難を見ているかもしれない。でも、霊の目を開いて、霊の目を開くが見えるはずだと。あなたたちが私たち、ヒズコールチャージが神に目されて、私たちは神の望みが与えられているんだよってこと。 私たち栄光を受け継ぐ。神の全能の力の、えー、力が働いて。お互いに祈り合うときに、互いに祈り合うときに。神様が大きな力を働かせるんだよ。それが神の真理なんだよ。そこに目を開こうよって言ってんです。Great power within us. で、これが聖書に抱えている言葉です。and this is what we've been given。 それでももしかしたらいやでも前日はいやでも実際は何回でも言うことができますいつまでも言うことができるでしょうでも神様はもちろんその絶望の中にもその苦難の中にも寄り添っていますその苦難の中で恵みと慰めを与えていますでもその中で 神様にどうしたらいいのじゃあ神様、じゃあ私はどうしたらいいの神様に祈ったときに。主が言う,の主が答えを言うなら、目を開きなさいなんです。私は開いてあげようと神様は言っています。God says, I will open y o 様 r eyes 皆さんは今日どうしたいでしょう And so, today, how about you? 肉の目を開きたいですかそれとも閉じたいですか、ね、霊,霊の目を閉じたまんまの方がいいですかそれとも今日霊の目を開くと神様に「はいそうします」と言いますか?「開きたいですか皆さん隣の人に霊の目開いてるかチェックしてみます起きてるかな?」 So ask the person next to you, 開いてますか? are your spiritual eyes open? Are they open? はい。はい、so I think you're prepared to have your spiritual eyes open now. And so when we have our spiritual eyes open, what can we see? その目を開いた時私に見えるのは主の栄光です。普通ですね。You're like, oh, just that.You're like, oh, just that.You know, we say this a lot. まあでも、強いて、あえてそこに補足するのであれば、これだと思います。自分のではなく、主の栄光です。It's that we see not our own glory, but the Lord's glory. 本当にこの第二列王記の話、は面白いんですけれども、よくですねこの山に見していたというところまでは話されるんですけど、このあとどうなったかって、あんまり話さないなかったりしますね彼らが目を開くと、この山には火の,の馬、戦車が見せていましたと。 You know, the eyes are open, they see these fiery chariots and horsemen. And you would think after this, okay, the, the flaming army comes and destroys this army, right? actually no. God didn't And you would think after this, okay, the flaming army comes and destroys this army, right? actually no. God didn't do God didn't do that. God actually the entire army. そして盲目の敵軍を、えー、イスラエルの王に連れていくんですそこで、えー、とこういう歌詞があります、えー、とイスラエル6章21節からイスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った、えー、私が撃ちましょうか私が撃ちましょうか我が父よエリシャは言った撃ってはなりませんあなたは自分の剣と弓で虜にした者を撃ち殺しますか からはにパンと水をあてがい飲み食いさせて彼らの祝のもとに行かせなさいそこで王は彼らのために盛大なもてなしをして彼らに飲み食いをさせてのち彼らを返したこうして彼らは自分たちの祝のもとに戻っていったそれからアラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入してこなかった Um, set bread and water before them that they may eat and go home. So the king prepared a feast and then they ate and drank and they went to their master. And the Syrians didn't come again to the land of Israel. This is a very interesting conclusion to this story. The victory God prepared was very unique. level もう盛大なおもてなしをしてお返しになるっていう。でもそれによってアラムの役立つ際は二度とイスラエルの地には入ってこなかったんです。本当に神様のこの勝利の仕方を見るときに。 これは肉の力じゃないなっていうことが分かると思います。本当にこれは主の方法でなされた勝利なんです。勝利です本当に主は憐れみ深く、この恵み深くて、愛と祝福の方法で、イスラエルに勝利を与えました。 でもちょっとこれ読むときになんかすっきりしないなって思っちゃうかもしれない。んかこう、ハンザー・ナオキみたいに、倍返しだつってこう、相手をメタメタにしてやりたいっていう気持ちが出てくるかもしれない。なこ <music>、ね、ここでイスラエルの思いですね。私が撃ちましょうかって何回も言ってるんですね。You know、maybe we, like the king of Israel, like, shall I strike them down? やっぱり人間っていうのは、どっかこう、撃ちたいんですよ。 自分がやって勝ちたいんですよね。ね男であれば、俺が稼いで、俺が働いて、こう、し上がりたいんだみたいな。Man, like, win, money, and、なんかそこまでじゃなくても、なんかもう、いやでも私がもう使えることで、私が犠牲することで、ね、私が頑張って、それで何か神様に栄光を返ししたいっていうことなんですよね。 Gonna serve, and gonna and でも神様の栄光って言ってもそれは全て私が私がやってっていうところに来てしまう。でも神様の影響って言ってもそれは g て私が私がやってっていうところに来てしまう。でも神様の影響って言ってもそれは全て私が私がやってっていうところに来てしまう。でも神様の影響って言ってもス様の栄光を見るにはまたイエス様と栄光に見たときに。 私たちは自分に死ぬものです。え、フシロの一生にこういった説があります。ヨハネはです、ね、この時、イエス様の姿を見て、その栄光を見た時の話です。 えー、私は語りかける声の死を見ようとして振り向いた振り向くと七つの金の食材が見えて食材の中央には人の子のような方がおり足前届く衣を着て胸には金の帯を締めておられたその頭その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く目はまるで燃え盛る炎足は炉で精錬された真鍮のように輝き声は大水の轟きのようであった右の手に七つの星を持ち口から鋭い諸刃の剣が出て顔は照り輝く太陽のようであった これがイエス様の栄光の姿です私はその方を見るとその足元に倒れて死んだようになった Jesus, him, ヨハネはイエス様のこの栄光の姿を見たとき足元に倒れて死んだようになった Jesus, これが私がイエス様の栄光を目の前にするときに起こることなんです 本当に自分,の自分に死んで主の栄光を見るんです。でもそれでいいんです。主は主の栄光を私たちが持っているものよりももっと大きいからです。本当にここで神様がもたらした勝利のように愛と恵みに満ちて、そして豊かです。 God's victory is full of grace and love, and it is um, so much more abundant. This is the kind of victory that God wants to prepare for us. And when we have our spiritual eyes opened, we can see this glory. And how does God then show this glory? We want to know that too, right? 神の召しに与えられているこの望みがどのようなものかそれはまたエペソー章に私たちの教会を通して主は表されるとエペソーにまたこの聖書に書いてあります神様はいつも私たちの主の栄光を私たち教会を通して表されます エペソン3章にこう書いてあります。どうか私たちのちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって、常しえまでありますように。 Amen. In Ephesians 3, it says, To him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. When the church lifts Jesus on high, that's when God's glory is revealed. When the church lifts Jesus on high, that's when God's glory is revealed. 教会というこの無数の何か虚構の集まりのことを考えているかもしれない。Like, like like、like, でも、教会とは誰でしょうか何なんでしょうか教会とはあなたです。S you. <S 私です。S me. <S 私たちです。S us. <S だから私たち、教会なんです。 私たちのうちに働く神の力、精霊の力なんです。先週、みゆみ先生がハート、ハはたソウルで語ってくださったこの御言葉があります。ヤコブの5書、15、16にあります。私たちが読みますけど、あなた方は、互いに罪を言い表し、互いのために祈り合いなさい。 癒されるためです義人の祈りは働くと大きな力があります神の偉大な力大きな力これ私たち私たちの互いに祈り合うが私たちが私たちが互いに祈り合うが私たちが私たちが私たちが私が私たちが私たちが私に働くんです 私たちが互いに罪を告白しちゃって、無防備になって、祈り合う時に、心から祈り合う時に、神様の大きな力が働くんです。Pray, そしてその働く力は、私が思うところ、願うところ、はるかに超えて、豊かに満ち溢れています。 本当に教会というのは罪人の集まりです。だからこの私たち罪人たちが一緒にイエス様を受け入れて罪から解放された時、例の目を開くことができます。そして一緒に主の栄光を見るんです。一緒に主がすでに与えている。 栄光を恵みを数えるんです ories, そしてありのままの最高傑作品であるということこの姿に戻るために互いに告白し合って祈り合います本当にこの私たちのそうするとき私たちがそうやって生きるときに私たちの間に神の国が現れ神の栄光が表されるんです And when we live like that, God's kingdom begins to appear and His glory begins to reveal itself. That means healing becomes evident in your life, that you experience forgiveness. That means that we, the church, get to experience God's glory. だから私たちは苦難の中にあってもただ主の栄光に目を開き続けるんです。だから今日神様はあななたに言っているんです目を開きなさい私があなたに与えているこの栄光に目を開きなさい私も実はこの、えー ある意味です、ねえー、エリシャのように、えー、包囲されて押しぶされるようなこのプレッシャーの中に、えー、いました was.、えー。その中でどうしたらいいのというふうに神様に祈っていました。実は先週のハート「Heart and Soul」の時本当に素晴らしかったですよね。その中で本当に。 この自分の神の栄光を見ることを妨げているものがあるなということに気づいたんです。自分のの神にに与えられれれてていいいいいいるるるアイデンティティィを傷つけているもがががあるなななととううううことに気づかされまししししたたそれはしょょ言葉でしたしょうがない 皆さんよく言いますか私よく言っちゃうんていまね、それは、えー、神様が見せてくれました私の子供時代の話です。そ、um, えー、本当に孤独な子供時代だったなという,ふうに、えー、感じてしまいます。父親はすごい忙しくて あんんまり一緒,一緒に遊んだ記憶がないんです My dad was、really、busy and I いやでも実際は頑張ってたのかもしれない覚えてないだけでお父さんは頑張ってたんだと思ういやしょうがないわそれはっ私はあのアメリカでちょっと育って日本に帰ってきたのでこう一時ですね 日本語もまだよく分からないし、英語も忘れてしまって、何語でも話せないという時があったんです。そして、そんな状況の中で、学校でちょっと嫌なことがあったりして、落ち込んでて、お母さんに何か伝えたいんです。 でも何にも伝えることができない伝える言葉がなくてお母さんに何か言わないとわからないでしょって言われたのすごい覚えてます。親は、えー、その中で、えー、っと十歳私は10歳の時に離婚しました。そんないろんな状況に対していや しょうがない。お母さんを責めたのってしょうがないお母さんは頑張って、分からなかったのが不安だったからしょうがないんだ。いろんな状況があっても、誰も責めることができなくて。 全部がしょうがない、しょうがない、しょうがない、こればっかりに押しぶされている自分に気づきました。今でもそういう状況にあると、しょうがないのプレッシャーに押しぶされそうになる自分を見つけます。 でもこれは絶対、神様僕にしょうがないなんて絶対に言わないって私は分かったんです。Be helped. 絶対、この状況の中に神様が僕に用意している言葉があるはずだそう言って祈りました。このことをその時き、一緒にいた浩平と土井ちゃんに祈ってもらいました。 And at the time, I asked for prayer for two of the guys that were with me. And I went home and was honest to my wife and asked for prayer for this as well. And what God spoke to me was this: Open your eyes. Open your eyes. で私がしたことを目を開きなさいと神様にまず言ってくれました done。本当に、あなたの家族は祝福されているよ、誰よりも祝福されているよ。Your family is so blessed now。本当に私の家族、えー、いろんなことがありましたけども、私が逃亡したことをきっかけで、親や、再婚しました。 それも自分が望んだ方法じゃないでも神様がしてくださったことです。本当に今では本当に家族で神様の恵みに生きることができる本当の幸せな祝福された家族だと思います。そしてまた神様は私を見なさいと神様言ってくださいました。本当に私が 孤独親って、時も、私はどうしな,んかいないも、私はどうも、同然どって思ってしまった時神様この御言葉を送ってくださいました詩私のどうしても、節にどうしても、私はど私を捨てしても、死が私を迎えられるでしょうという御ても、私ありますても、私はどうは私は私はどてても、私は で本当にこれは私の個人的な、本当に家族の中にいるときに神様が救ってくださった言葉ですで。これが私が失っていたアイデンティティ神様がこれなんだよ。あなたは私の息子なんだよ。This, そう言ってくださいました。Lost, said, 今でもこの言葉に私は毎日生かされています。 本当に私たちは肉の目で見てしまうともう八方下がりにしか見えない。Eyes, 状況や足りないものや敵が見えてくる。Enemies, で私たちは神様に与えられたこの霊の目を信仰の目を見開くときに。 私たちの人生の中にすでに神様がしてくれた神様がしてくれた神様の恵みを数えることができます。私てそれだけじゃない神様がしたことではない神様を手がしたことだけではなく神様のその見てそのもの神様のその見顔そのものを見上げるんです。Done, him 神様を本物の,の栄光の姿を見るとき私が本物の何者かを知ることができます。 When we see who God is, we can know who we are. And so, if you're in a situation where all you can see is what you don't have, what you lack, I want to open our spiritual eyes together. If you can't do it alone, let's do it together. 一緒に神様がしてくださったこの恵みを数えましょうそしてまた神様が先に用意している大きな栄光を見ましょうそして何よりもただイエスだけを一緒に見上げましょうそのために今互いに私たちは一緒に正直に無防備になってお互いに告白し合って祈り合う 関係が与えらられています一緒にだからその将来、えー、私たちはそうした時に一緒に主の栄光を見て一緒に主を礼拝するものとなります。So、other, 共に礼拝するものそれが私たち神に召されたヒズコール・チャーチの本物の姿だと思います。 We can worship him together. That's the way that we as a church were created to be. His That's his call church. I would like to pray for you that we can all have our eyes open to come back to our true identity in God. And so would you stand to your feet where you are? 今日皆さん何かまだ戦いの中にいますか、right、何かそれは経済的な戦いかもしれない。いあるいはそれは何か状況や何か自分の関係、自分の中の心かもしれない。 あなたツ・サンティン・イン・ヨー・レレシャンシップス・マメ e ツ・サンティン・ヨー・オン・ハート・アナタはそれをずっと肉の目で見てきました。マメイユー・ヴェン・オ e ア・ディス・オンリー・ウィッド・でも今日、この神の御言葉によって、私は霊の目を開きますと、そう決断したい人 to to で。これは何かの押し付けではないです。 It not putting something on. その状況を無視して、いやただ、もっといいことをポジティブに考えようと、ね、そういうことを言っているんじゃないんです。In a, in a あいつも神に呼び求めたとき、神様が、あなたの目を見開きます。Simply, God, 今日でも神様の声に、えー、答えたいですという方、今手を挙げてください。 If you want to respond to God's voice, would you raise your hand? Thank you. I'll pray for you. Heavenly Father, in this situation, it's very dark, it's scary. I feel like I'm all alone. でもこれはあなたがこれは私がただ肉の目で見ているんだということを教えてくれました。これは私の本来の目じゃないってあなたを教えてくれました。イエス様どうかあなたに呼び求めます。私の霊の目を開いてください。あなたを見上げたいです。 I want to see you. あなたの栄光を見たいです。この中であなたの恵みを数えたいんです。どうかあなたの与えた始めに与えてくださったこの霊の目をどうか開かせてください。Again, 今日それをこの教会で互いに祈り合って一緒にこの目を開き合ってあなたの栄光をあなたの恵みを。 数えることができますように。そしてあなたが作られた最高傑作品として、共に栄光ある主を礼拝するこのアイデンティティに今日帰ってくることができますように。この霊の目を開いてください。 イエス・キーストの皆によってお祈りいたします。Jesus, アあメン,アーメンもう一つお祈りしたいと思います。そのまま目を閉じてください。今日、この教会に来て初めてイエス・キーストの話、神様の話聞いたかもしれない。Maybe you're hearing the story of Jesus for the first time. イエス・キーストは私のために十字架にかかって私たちの罪を取り除きました。

If you want to accept Jesus in your life and you want to come to a relationship with Him, would you raise your hand? Thank you. Thank you. Or if you used to have a relationship with Him but you want to come back to Him again, would you raise your hand? Thank you. I'll pray for you. Heavenly Father,

I want to follow you into this new world. Holy Spirit, help me to follow you step by step. In the name of Jesus I pray. Amen. Amen. Let's give God glory and praise. So finally we'll read this declaration together. はい、えっ、ー、と本当にイエス様は私の主となって、イエス様に与えられた、えー、この霊の目で開く、えー、人生を一緒に歩んでいきましょう。Let's read this as a declaration with our eyes opened、えー。それでは日本語からいきましょう。一緒に聖のイエス様、私を愛してくれてありがとう。私の心の中に入ってきてください。私の人生を導いてください。イエスは私の主です。Dear Jesus, thank you for loving me. Come into my heart. And lead my life. Jesus is my Lord. Praise God.